木下穂10月14日から1982年11月11日は日本の声楽家、音楽教育者、指揮者、合唱指揮者、オペラ歌手、音楽評論家、作曲家、編曲家。日本の洋楽の黎明期を代表する音楽家として多大な功績を残した。兵庫県木の崎郡豊岡町に三人兄弟の次男として生まれる。父、 松吉は、特産、流氷製造卸業。1920年3月上京。バイオリンを、川上厚し、声楽を、沢崎貞之に指示。1922年4月東京音楽学校予科、入学。1926年同校本科声楽部を、卒業し、研究家進級。ペツオード、ネトケレーベに指示。ベートーベン、第9話。 学生時代に東京音楽学校定期演奏会での公式初演で合唱団メンバーとして参加し、1927年5月、新交響楽団による初演奏、ベートーベン没後100周年演奏会でソリストとしてデビュー。以降戦前の主だった演奏で常にソリストとして名前が記され、引退まで210回を超えている。 1928年3月東京音楽学,学校研究科終了。同年12月、同校大礼法祝演総会ベートをベン、ミサソレムニス初演。以降、同校定期演奏会にて、バッハ、マタイ受難曲初演のほか新交響楽団と主要交響楽団のソリストとして活躍する。1931年にレコードデビュー。 1933年4月ドイツ、国立ベルリン音楽大学に留学。バイセンボルンに指示。1934年1月ウィリン放送、4月ベルリン放送出演、日本歌曲を歌う。6月ベルリン音楽大学終了。あと、ナポリの滞在を経て、アメリカに渡る。1935年帰国以降、木下保つリサイタルとして、 ドイツ歌曲を作曲家単位で紹介するという、それまでにない破格の演奏会を行い、戦時中は山田工作、真寺、清志、平井田もなどの作品を一晩集中して歌うという演奏会を行っている。東京音楽学校の声楽科主任教授という立場があってこそできたものではあったが、この時期に日本人作曲家の歌曲のみでリサイタルを開くのは、 画期的なことであった。1941年、マーラー、大地の歌日本初演。1943年9月第10回独唱会、新時期吉歌曲の言うにおいて、サラ全曲初演を行い、レコードが、文部大臣賞を受賞。立場柄、若干の軍歌の録音があり、千葉静子と、サイパン純国の歌などを吹き込んでいる。また、 1937年より日本に定住したピアニスト、指揮者、レオニー・ド・クロイツアート1943年に録音したシューマン、詩人の恋は名版として知られる。1949年5月、法人作曲鑑賞会第2回、ダニ・イクマ作品読書会開催。1954年まで、読書会は計14回に及ぶ。 1963年9月、還暦記念読書会開催。最後の読書会。1931年9月東京音楽、学校助教授に任官。武蔵野音楽学校講師兼任。1935年留学からの帰国後、母校の教団に復帰。1940年3月東京音楽、学校教授任官。 1942年3月東京音楽学校主任教授任官 GHQ からの指令で1946年8月東京音楽学校を退官1951年9月広島大学音楽学部教授任官1953年11月東京学芸大学教授に転任1955年2月9月 木下多元楽団生活30年祝賀、門下生社音音楽会開催。恩師を称える歌が生まれ、以降、門下生に歌い継がれる。1967年1月公開レッスン、山と言葉を、美しくを開催。3月東京学芸大学教授大館4月千足学園大学音楽学部教授、フェリス女学院短期大学。 向川女子大学、大阪音楽大学非常勤講師に就任。1971年4月東京十二新女子短期、大学非常勤講師就任。1981年4月千足学園名誉、教授就任。文科生には、東京音楽学校時代に、中山定一、渡辺幸之介。 畑中良介、秋元雅一郎、塚本智子、伊藤渡之、笹田和子、藤井紀明、内田瑠璃子、稲葉正恵、佐々木幸綱、次世代では、三林照夫、岡村隆史生等の優秀な人材を輩出している。歌手としての活動の他に、昭和初期より、合唱式でも活躍した。東京音楽学校合唱団との録音、演奏旅行のほか、 東京校声楽団、1926年6月、慶応義塾、ワグネルソサイエティ第42回定期演奏会への登場から留学までの指導をはじめ、多くの合唱団を指導した。新次作品では、1940年11月期限2600年、宝宿楽曲として、神武天皇を題材とした、カンタータ、街道統制の初演を指揮し、 合唱のみならずオーケストラを伴った大編成の式にも力量を発揮した。後年は自身の提唱した大和言葉の第一人者として自ら初演したサラオ合唱に編曲している。戦後も慶応義塾との深い関係が続き、1955年にワグネルの指揮者に復帰に慶応義塾から特選塾院の称号を与えられている。 ルネサンス期のポリフォニー、ドイツ古典から古代作品まで、1982年の、政教前まで、男性合唱指揮者として、多くの演奏会に登場した。また、1947年に、大谷学園が創設され指揮者に就任。東京放送合唱団を指揮。1956年10月日本女子、大学合唱団。 精神女子大学グリークラブの指揮者に就任。1957年 CBC 合唱団、第1回定期演奏会開催。同合唱団と1965年まで定期演奏会5回、ラジオ放送104回のほか、テレビ放送もこなした。その中からダニークマ三崎の墓 CBC 移植、芸術最小受賞、ピアノ、三浦洋一、高田三郎、 教場の人 CBC 移植、合唱、日本合唱協会、芸術祭大賞受賞、萩原秀彦、光る砂漠 CBC 移植、合唱、日本合唱協会、ピアノ、三浦洋一、芸術祭優秀賞受賞等の初演作品が生まれている。また、1959年の全日本合唱コンクール大学部門において、 木下の指揮する日本女子大学合唱団が女性合唱団として初優勝し、その後も1963年から1965年まで3年連続優勝を果たし、コンクールにおける黄金時代を築いた。なお1962年には日本女子大学合唱団移植により、三好明、三つの女女を初演している。1963年10月、 木下多先生管歴祝賀演奏会を日本女子大とワグネルの2合唱団により開催。1964年4月日本女子大学卒業生による欧風合唱団を創設し指揮者に就任。1966年11月新次清先生追悼演奏会開催。日本女子大、欧風、ワグネル、ワグネル OB の4合唱団による新次。 清の合唱作品を指揮。1969年3月から4月ワグネルの米国演奏旅行に指揮者として同行、世界大学合唱祭に参加。1979年9月、木下多先生技術祝賀演奏会を日本女子大、精神女子大、ワグネルの三合唱団により開催。戦後、公職追放の一環で三人の娘を抱えて、 職を失う形となったため、立場上戦前には出演できなかったオペラに手を広げ、1946年9月、藤原歌劇団、第21回公演、レオンカバロ同家しかにお役でデビュー。藤原義恵とのダブルキャストで全国に公演旅行し、他にも2機会、長戸美穂歌劇団、NHK、老音、新芸術協会及び、海外の公演など、 1964年まで20以上の日本初演を含む、内外約40本のオペラに参加した。時には、ビゼー、カルメンのドンホセ役を1日に3回歌うという、ハードスケジュールもこなしている。ダン・イクマ、ユーズルの、余表は1952年1月初演以来、最大の当たり役として、歌手生活のほぼ最後まで125回歌い続けた、ほか、 作曲者式による録音も残されている。また、自家弟子の多くが漢字となって創設した1952年の日機会旗揚げ公演では、一機を代表する歌手として主役に招かれている。1964年7月都民劇場公演、モーツァルト、フィガロの結婚ドンクルチオ役で最後のオペラ出演。音楽評論も手掛けており、 音楽の友、レコード芸術、音楽芸術主導において、評論を展開している。作曲は、東京音楽学校の学生時代、新次清氏に教えを受けており、大谷智子裏方作詞の三業歌、お花祭り、二項白道、読唱曲、しぐれの頃、いつになく、合唱曲、歓喜のカンタータ、御仏様に手を合わせ、百人一首より、見渡せば、 などの作品がある。また、効果も多く作曲されている。また、サラ以外にも多くの編曲も手掛けている。1982年11月11日、慶応病院にて、急性心不全で死去。79歳遺没。1983年11月、木下保先生追悼演奏会が、日本女子大、精神女子大、往風。 ワグネル、ワグネル OB のご合唱団により開催された。長女は、声楽家の坂上雅子。三女は、ピアニストの増山歌子。木下は、大正10年代、音楽学生の頃、教室に日本語のカリキュラムがないことに気づき、いわゆる古典文学、古典芸能方面に研鑽を積み、古典芸能については、 大阪四ツ橋の文楽座に2年間毎月夜行列車で通い舞台全体を詩として伝統芸術の強さというものを学んだというさらに欧米に留学した木下は西洋の芸術家局には文学の一ジャンルである詩と音楽との関わり合いやそれぞれの時代背景などもよく探求され正当的な解釈法も存在しその表現のための発生法 発語法、歌唱法などが深く追求されていることを痛感し、日本歌曲の演奏を世界的水準に引き上げ、芸術的歌曲に高めるには、解釈においても、表現技術においても、客観的、論理的に構築されたメソードが確立されるべきと考え、それを自ら、山と言葉の歌唱法と発声法として、草案、結実させた。 その成果について、自ら公開レッスンを開催し、更新に伝達するよう努めた。この営みは、木下記念日本歌曲研究会、木下記念スタジオにおいて、長女、坂上雅子、三女、増山歌子、真嗣清の孫、真嗣優子などにより2020年現在も続けられている。書質が早いものも多数存在するが、 改訂版が存在するものは新しいもののみを記した。下記の他にも戦前の SP レコードの吹き込みに始まり、多くの録音を行っている。国立国会図書館歴史的音源だけでも、歌唱と式を合わせて175件もの音源が記録されている。ABCDFGHIJKCD e、木下保の芸術神事、清志、段育熊歌曲集。 ライナーノーツ木下保つ略歴 A D、ABCDCD、木下保つの芸術 SP 音源復刻版、マイナス、ライナーノーツハット ABCDEFGHI、JCD、木下保つ指導による、混声合唱曲集サライナーノーツ木下保つ、音楽の友1955年11月号誌を、語る木下保つ氏に指示して、秋元正一郎、塚本智子、 伊藤渡行、笹田和子、藤井則明音楽の友者社。音楽の友臨時増刊、木下多つとオペラ師と共に、木下多つ、秋元正一郎、内田瑠璃子、稲葉正恵中山天一。音楽の友者社。音楽の友1963年1月号、私の先生実り多いレッスンを、木下多つ、ペディコーニ先生、岡村隆史誠。 音楽の友者。A.B. 演奏ライブラリー。慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。2020年1月27日閲覧。慶応義塾、ワグネルソサイエティ100年史、P217 平成14年8月間。慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。第88回定期演奏会プログラム、ワグネルの1年、木下保つ。 国立国会図書館デジタルコレクション。2020年5月20日閲覧。A.B. 坂上雅子。日本歌曲における、大和言葉の歌唱法と発生法。日本声楽発生学会史第12.13。合併号慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。第110回定期演奏会パンフレットハット CD。木下多元の芸術神事。清志。 団クマ歌曲集、ライナーノーツ、木下多先生のこと、畑中良介 AB、木下多アマゾン、2020年1月21日閲覧。木下多春秋社、2020年1月27日閲覧。木下多国立国会図書館歴史的音源。2020年4月29日閲覧。新次清厚生局。 街道統制。YouTube。2020年3月13日閲覧。ありがとうございます。